全く触ってないです。触ってない。もう毛がだらけやないか。あ、やりましたね。最低、最低。許せるかと思う。こんにちは、松尾です。絶好調ラオンです。ハッピーニューイヤー、エリアです。よろしくお願いします。お願いします。今日は緑の塊を耳に合った、はい。はい。ラオンです。よろしくお願いします。楽しみです。我慢します。はい。どんぐらい?3ヶ月ぐらい。そうですね、3ヶ月ぐらいですね。前回来てから、そうですね、前回来てからですかね。はい、全く触ってないです。触ってないですね。指をこう全然こうやらしましたけど、なんかこう棒とか入れてたからやってないですね。あ、はいはい、ありがとうございます。楽しみだね、はい、今日はどんな塊がいるのか一番ひどいもんね、いつもね。そうです、そうですね。結構ありますね。ありますね。で、実際に耳聞こえないんですよ、うん、そうなんですよ。いつもおっしゃってましたね。そう、ちょっと詰まる前に撮ります。はい、お願いします。よろしくお願いします。あ、うさぎ、うさぎですね。このうさぎ型に上げてるんですよ。え、耳、本当に生やしたいとかないですか？なんかうち今モニターさんのハゲの人を探してこっちの方が、こっちの方がです。あ、これですね、はい、この形がうさぎなんですよ。だから浦野さんのファンの人たちはうさぎ団っていう名前です。じゃあダメだ。で、サインにもウサギないかと。え、あ、じゃあダメだ。ほっとかなきゃですね。そうなんです。ね、だから、ね、いいよね。そう、ランニングとしてはね。でも本当にいいキャラだと思うよ。親しみやすい。荒井中ね。ドライチュー。荒井中。荒井中、イカリア、志村。いや、でも結構ハゲとうね。ドリフ。だから調理の方がハゲとうけんね。そうですね。いや、俺ら似合うけんいいけど、似合わんじゃんね、こいつ。そうっすかね。似合う。いや、似合う。ねえ。そうっすね。嫌やろ。嫌ですよ。うん。嫌なこと人に言うけんね。会いたい。会いたい。え、耳痛かったっけ、そんな。いや、そんなに。耳の中書いていきますね、はい。なんか力入っておらんな。いや、そんなことないですよ。本当、なんかエロ力入ってる見えるね。そうですね。緊張してます？緊張しよう。なんで？え、取られてるんだよ、緊張してますか。チョボリは知ってた過敏性腸症候群。なんですかそれ、過敏性腸症候群って。すぐ腫れたくなる。あ、そうなんですか。私もです。そうですか、はい、日本人多いもんね。日本人独特の病気っていう、うん、だからチョコリ飯食ったらすぐ取れるから。あ、そうですね。それね、も多いですね。で、飯食った後に何かあるんですか、ストレスに。なんか、いや、飯食った後は別ですけど、テスト前とか、学生時代のテスト前とかめっちゃトイレ行ったりとか。薬で抑えられるっていうかね。あ、そうなんですね。心臓でもう耳の中が痒いですね。あ、本当です。手前の毛抜いてもらってですか。あ、はい、お願いします。あ、そうか、そこ耳入ってたんですね、毛ね。大変よね。大変ですね。うん、大変だと。あんまないもんな。僕緊張することもないけんね。僕ね、緊張したらあくびが出るのよ、めちゃめちゃ。ああ、まあそうなんですね。あくび出る、あ、ほらほら。アスカさんと一番最初稽古した時、ずっとあくびしとったよ、ね。あ、でしたっけ。そうそう、あくびが伴って動画でも言うたんや。裏が緊張しすぎやもんね。あ、そうなんですね。まあ、世話で。なんで緊張するんやろね。僕緊張せんから分からんけど。昔からさ。ね、今とか昔とか聞いてる。大勢の前で喋ったりするのってさ、はい、失敗したらどうしようと思うから緊張するやろ、多分。はい、そうです。それは分かる。はい、だから僕は失敗することないから。あ、緊張せん。あ、もう自信があるからですね。違う、自信があるからじゃなくて、失敗しても面白いようにすればいい。あ、失敗が笑いに変わる場合があるでしょ。引き出しがあるってことですね。こうなった場合はこれをこれをしようみたいな。だから何を喋るかとか基本決めんから、うん、ほぼアドリブやと。そう、ね、2時間3時間喋ると。その引き出しがないから結局もう突っ走るしかないですね。前にガーンってコップを食べるような感じで。それと何が緊張なの。いや、もう当たってくだけどで、なんかそれでこう自分を、なんかなんていうんですかね。分かった。準備不足。あ、そう、それあります。そう。じゃあ準備したら嫌だよ。そうそう。松尾田道行き。はい。わあ、楽しみだね。楽しみですね。なんかえらい怪我しとるやん。かゆかったね。かゆかったですね。ね。うわ、めっちゃ怪我だらけ。怪我だらけってなん。ちょっとだけね、気にしてます。うわ、怪我しと、はい、また。うわ。うわ。
あ、耳の中そういえば見るの忘れました。私撮りたすぎてすいません、撮りたすぎて私忘れてました。失礼しました。これちょっとでも参加者あれそうでもないっすね。そうでもないですね。そうでもないっすね。まあ、ここにはついてますけど。なんだお前案外お前怪我だらけやないか。ないです。え、ちょっと反対も見えますね、はいはい、怪我だらけでお前、あはー、お前やったな。やっちゃいました。やったな。あ、やりましたね、そうね。あ、やったんすか、うん、やったの、うん、やっめっちゃ嘘やんじゃん。あ、やっぱ奥にね、押し込んじゃってますね。うまく近っ。やっぱ怖い。手前は結構綺麗ですね。じゃあ嘘やん。我慢しました。我慢します。はい。全く触ってないですか。触ってないですね。棒とか入れてた場合やってないですね。ああ。はいはい。妻が嘘つきました。大丈夫。やっぱバレちゃいました、ね。え、水したの？かゆかったんですよ。かゆくて水とか入れて、はい、で綿棒でこうおしゃるとかやってましたね。するな。我慢します。はい。全く触ってないですか。触ってないですね。棒とか入れてた場合やってないですね。あー、はいはい、最低最低。棒はいかんと思って。お前最低だな。我慢で綿棒も棒やないですか。じゃあ、うん、森川さんやるか。もうちょっと我慢できるじゃん。あ、そうだ、単純の方がいいですよね、はいはい、あ、そうですね、うん、もうちょっと耐えて、はい、また2ヶ月ぐらい耐えて。わかりました。これやめとった方がいいですね。我慢できんぐらいになっちゃったら。そうですね。いや、マジでお前嘘つくなよな。大嘘つき。ここちゃんと使ってね、これ。そう、わかりました。この回で終わりだから、これもうダメなんですよ。マジで2ヶ月のゲームでした。やめて、みんな我慢してんのに。じゃん、そうですよ、我慢。ちょっとそうですよね、うん、いや、1ヶ月でも我慢できたらいい方ですよ。はい、頑張りましたね。ちょっと大丈夫です。引き続き頑張れます。はい、頑張ります。あと2ヶ月。うん、頑張る。でも結構溜まってるんで、はい、1、2ヶ月後でも大丈夫そうな気はします。てか、お前耳かくなよ、お前。めっちゃこう、傷入っとる。そうなんですよ。ここがちょっと気になりますけど、ここにも保湿してもらった方がいい。見るなよ、お前。ちょっとお前、それ気になってるよ。普通ですね、保湿が。え、耳かきほど多分かゆかったんですよね。かゆくて、かくな。もうお前耳になんかこうガチャガチャの半分こうつけとけよ、もうカイジの耳。あ、カイジのやつでつけたらいいです。ずっとつけとったらいいよ。そう、カーッとな。ちょっと取りたいですけど、じゃあ取っときますか。大丈夫です。いや、我慢しなきゃ。いや、我慢しましょう。大丈夫です。はいはい、ありがとうございます、はい、それはちょっと思った2ヶ月、はい、っていうか、お前汗かきすぎや。あ、やっぱバレると思ってさっきずっと汗かいてたんですか。いや、バレると思ってました。分かるって言われてたんで。あー、うん、そうですよね。じゃ嘘つくなよ。こっち見てバレたって顔して、ちょっと最後の顔して、最後の顔して。いいね。ありがとうございます。松尾太道中期。果たしてエンディングを撮る必要あるのかね、これは。いやー、気持ちよかったですよね。嘘つくな、お前ら。皆さんね。本当に、皆さんね。すごい。3ヶ月も。1ヶ月とかね、まあ現実でしたね。そうですね、ちょっとね。いやいや、もう本当に1ヶ月も我慢できない方も多いので、はい、そう考えたら、すごい頑張ってたと思います。ありがとうございます。すいません、引き続き。はい、あと2ヶ月頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、すいません。みんなでね、団結して、こう、スクラム組んでね、はい、よし、頑張るぞーっていうふうに言ってたんですね。本当ですよ。そうですよ。みんなで何回もミーティングしてね、よし今日はどんぐらい我慢するかって言って頑張ってたんです、ね、頑張ってたもんね。その時にはもう我慢してなかった。我慢してなかった。うん、ひどい。耳の中傷だらけ。ね、傷だらけ。傷だらけはちょっとお前ひどいな。そんなかかんでいいやん。結構多分かゆかったのかなと思うのが ね、かさぶたがちょっと早く良くなってくれるといいなって思ってます。ありがとうございます。お前よかったな、お前エリア先生が優しくて。いや、本当にもう。疲れたな、お前。疲れました。大丈夫です、お前。すいません。ドキドキしちゃいます。ドキドキします。はい、まあ、汗がきますんで、すいません。許されるか、そんな。でもまあ次回楽しみにします。はい、2ヶ月頑張ります。はい、頑張ります。はい、今日はね、耳掃除してませんけど、松尾と道中記見たと言っていただければですね、頭皮ひんやりソーダとホットあったかがどちらか選べますので、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひお待ちしております。はい、説明欄に貼っておきますんで、インスタもですね、されてるんで貼っておきます。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せや。皆さんが本当に我慢してると思ったら人のこと甘く見てる。そうそう、甘く見てましたね。舐めてもらったら困る。